さんこんにちは、藤本です。皆さん突然ですけども、伏せってどうやって指しますか？伏せ、ワンちゃんに今お座りさせて伏せってさせるとき、このね、まあ、最初子犬の時はもうご飯持ってね、ご飯とかおやつ持って伏せってこうやるじゃないですか。こう ご褒美で誘導していくやつなんですけども、これいつまで経ってもなんかこうやってやってないと伏せってできんな。声だけで伏せって言ったらピタッってなかなかならんなって思ったことないですか？で、これをね、解決する方法っていうのが実は一つあるんです。はい。なので、まあね、今日はね、なかなかちょっとね、声だけではできないっていう方は、ぜひね、今日この最後宿題までもやってほしいなと思います。ではですね、まず、今皆さん、こう、伏せーってこうやってますね。ご褒美まで、伏せーって。まあ、ご褒美最初誘導してくださいねって教えられてるから、こうやってね、伏せーってやるんですよ。で、この時に、声と手を同時に出してしまってるから、これ、声だけでできないんです。伏せーってやってしまうと、声ではできない。この、伏せーってやってる時は、おはんちゃん、小犬ちゃんは、もう、ここしか見てないんです。で、耳。もうね、閉じてます。伏せー！もう、うわー、来たってこれしか見てないんですね。なので、いざ、声で、伏せーって言っても、何のこと？みたいになるんです。で、これを解決する方法なんですけれども、一緒に今この伏せーってやってるのを分けます。分ける。どう分けるかっていうことなんですけれども、伏せーって言ってから、手を持っていく。 OK ですか？伏せって言ってから誘導、伏せって言ってから誘導っていうのをやっていきます。もちろん最初に、ね、全然形が全くできてない時はまだいけない、伏せでもまあ最初はいいんですよ。けども最初から伏せって言ってからこうやってやる習慣を作っておいた方が、後々声だけ伏せの時だけでできるようになるのがすごくスムーズです。なので、もう最初から、伏せって言ってから手で誘導していく。伏せって言ってから手で誘導していく。っていうのをやってください。で、あ、なるほど。もうこうやってね、今こうやってやってるから、もう次から、伏せって言ってからこれをやったら、もうね、声だけでいけるなるわっていうわけでもないんです。やっぱり何回もこれもしていかないと、ある時急に伏せって言った瞬間にもうね、先読みするんで、あの音やピタッっていう風になっていきます。っていうところで、今日のね、この宿題をぜひね、皆さん、かっこいいじゃないですか。こう何も使わずに、こうやってやりながら、こうやってやらなくてもいいですけども、こう、ドンと構えて、皆さんがね、お座りピタッとできる。お利口さん伏せってピタッとなる。もうめっちゃかっこいいじゃないですか。ね。それぜひなってほしいので、ね、この宿題をやっていただこうと思います。では今日の宿題はこれです。はい。じゃあですね、今日の宿題をお話しさせていただこうと思います。今もどうしてもね、この伏せってやっちゃってると思いますので、まずこの癖を取らなきゃいけないんです。この癖。なので、極端でいいので、この宿題やってください。先ほど言いました。分けるって言いました。これ極端にやります。伏せ。はい。ぐらいでいいです。もう一回いきますね。伏せ。はい。いいです。伏せ。はい。っていう感じで、しっかりと分けて指示を出してみてください。っていうのを1日3回やっていただくと、だんだん覚えてきます。伏せ。で、しっかり分けてから手を使う。っていうのを1日3回です。ぜひやってほしいなと思います。はい。っていう形でですね、また明日からもこういった子犬ちゃんに役立つ情報っていうのをね、配信していこうと思いますので、楽しみに、お待ちいただけたらと思います。ではまた明日お会いしましょう。さよなら。